皆さんこんにちは、ビーレジェンドサミナです。本日はこちらですね、ビーレジェンドプロテインダブル PI シリーズに2種類ですね、新たに追加されます。フレーバーはちょっぴり甘いコーヒー風味、甘くないビターコーヒー風味ですね。こちらのね2種類、レビューやっていきたいと思います。こちらですね、甘味料ですね、使ってないプロテインになります。それがこちらの甘くないビターコーヒー風味です。甘味料がいらないよっていう方にもね、こう飲んでいただける新たなフレーバーになるかと思います。それではまずこちらですね、ちょっぴり甘いコーヒー風味から飲んでいきたいと思います。パウダーをオープン。おっと、コーヒーがね入ってるんで、少しチョコチップみたいな感じになってますよね。非常に美味しそうですね。 WPI なんで、通常のあの WPC より少ししっとりしてる感じがします。すり切り1杯をこちらシェーカーに入れていきます。よいしょ。お、色が変わっていきますね。よいしょ。泡立ちもね、ダマもね、ほとんど見られません。色はコーヒーのちょっとミルクを入れたような感じの色になっております。あ、めちゃくちゃいいコーヒーのね匂いがしますね。いただきます。うまい。正直結構甘いコーヒーなんだろうなっていうイメージがあったんですけれども、全然そんなことなくて、ほのかに甘い。ほとんどね、砂糖が入ってないものと思ってもらってもいいぐらいの甘さ。砂糖をこうスピッピュッとスティックシュガーチピッと入れたぐらいのコーヒーと思ってもらったらいいと思います。甘ったるくないんで、大人のねコーヒーの飲み方みたいな感じですね。ってことは、もう一個のこちら、甘くないビターコーヒー風味は一体どれぐらいの甘さなんだい？おっと、開けてびっくりですね。パウダーが真っ黒、炭のような暗さですね。大人のブラックですね。こちらも水 200ml に対してすり切り1杯入れていきます。よいしょ。1、泡立ちもね、ダマもね、見られません。少しブラックですね。お、大人のね、香りがいたします。いただきます。これプロテインか？ブラックコーヒーじゃん、これマジで。美味しいです。これはうまい。マジで美味しいですね。これプロテインか、ほんまに。バリスタもびっくり。プロテインコーヒー、まあ、ブラックコーヒーの味をねこう再現されてるんですけど、多少のねミルクが入ってる感じはするんですけど、もう非常にあのブラックコーヒーに近い味にね仕上がってます。僕毎朝ね会社に来てブラックコーヒー飲むんですけど、これ目をつぶってねこれを飲んでたらわからないんじゃないかっていうぐらい上手にね再現できているかと思います。こちらのね両商品なんですけれども、カフェインがねそれぞれ含有されております。甘くないビターコーヒー風味が、カフェインが 39mg ですね。ちょっぴり甘いコーヒー風味が、カフェイン 40.6mg ですね。だいたい1食でね 40mg ぐらいカフェインを摂取できる形になります。栄養成分表示なんですけれども、こちら1食 30g あたりエネルギーが 114kcal、 タンパク質が WPI なんで 23.7g、 ちょっと多いですね。脂質 0.7g、 炭水化物が 3.2g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C37.5mg、 ビタミン B6 が 1.3mg です。カフェインが 39mg となります。ちょっぴり甘いコーヒー風味、エネルギーが 110.2kcal、 タンパク質が 23.3g、 脂質が 0.7g、 炭水化物が 2.6g、
食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 38.6mg、 ビタミン B6 が 1.0mg、 カフェインがね 40.6mg となります。気になる発売日なんですけれども、10月5日月曜日ですね、お昼12時からの販売となります。販売価格はこちら WPI シリーズになりますんで、それぞれ4100円となります。で、それぞれ数量で、ね、限定のね販売となります。まあ、ちょっぴり甘いコーヒー風味、こうちょっぴり甘いって書いてるんですけれども、それほどね甘くないと思ってもらっていいと思います。キャラメルコーヒーとかね比べると、飲むとねちょっとびっくりするぐらい全然ね甘くない商品に召し上がっております。ちょっとね大人めのなコーヒー、そのようなねイメージで考えてもらえばいいと思います。甘くないビターコーヒー風味、こちらに関してはもう一切ね甘味料を使用してない、コーヒーのねフレーバーでね味付けをしているプロテインになりますんで、甘味料がねいらないっていうお客様にもおすすめしたい商品ですし、甘くないプロテインが欲しいといったねお客様にもねおすすめできる商品になりますんで、概要欄にね URL 貼っておきますんで、ぜひね時間になればお早めにお買い求めください。数量限定です。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。